皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。はい、今回やっていくのは、今回追加されたアビリティ3サタンガールじゃないですか。前回動画にした。これを、サタンと合わせます。しかも、全力で、やりに行きます。破壊しに行くサタン。サタンサタガを一気に行きます。まあ、どんな動きをするのか皆さん楽しみにしててください。で、サタガが、サタンよりも上下寄りやすいのかなっていうのもあって、行こうか。そう、っていうのもあって、もし万が一迎撃を横から当てられても、サタガだったら殴りに行ってくれる可能性があるよ、と、言った感じですね。もちろん、空は無理です。終わりです。空キャラ来たら負けます。はい。すごくシンプル。空が来たら負け。ではあるけど、大砲撃ってあげて、これ、サイ取れるっしょ？うん。で、まずじゃあ、金太郎行こうか。まず、金太郎、様子見出して、お、なめこだね。ゾンビのね、はいはい。あ、それ、ドンやったらもう行きます。はい、もうね、2出し。あ、間違えた。なめこに2対1した、教えて。なめこ間違えて2対1した。あ、いいか。はいはいはい。サタンサタが。もうなんかとんでもないことになってる。サタンもね一応ねある程度寄るんだけどね。あれこれ止まってなくね。もうどうすんのこれ。相手大型はあれ終わっちゃう。裏ゾンビに下型引いてないじゃないこれ。大型引いてないこれ。多分引いてないわ。ありがとうございました。なんだこれ。空キャラじゃなきゃ全部やります。正面にキャラがいれば闇玉を撃つ。で、闇玉撃ってる最中に敵が横当てとかしてきても、それも引っ張れる。闇玉で正面に集めて、サタガで攻撃速度を下げて、大ダメージ。しかも即死判定もありみたいな。とんでもない破壊をしに行く。これで行こうか。まあ本当はね、これサタンのね、虹バチ、まあ金バチとかね、引けると、もっとね、スムーズに、まあスキル発動率に期待持てるんだけど、まあ太っちょルッパでもいいんじゃね的な感じで。いきます。3太っちょいこうか。あえての3太っちょ出しして、で、まあ、裏技で拾っていくわけじゃん。さあ打とうか。あー意味なかったか。いや意味なくはないぞこれ。取れる。いやいいかもう。あ重なってない。あ重なってないらしい。ミスった。でこあー見て裏技剣士間違えて前に落ちた。さあ、大型ラッシュ始まったよ。どうこれどっち勝つ。闇玉打って、サタガスキルって。ドンいいよ。全然いいんじゃないの。あ、取れちゃった。取られる予定はなかった。さあ、問題はこの後だね。こいつが、まあ今朝倉いるから大丈夫なんだけど、ちょっときついのと、ドラゴンライダーおるなぁ。ドラゴンライダーおるなぁ。ナイスコロコロ。上、朝倉。うーん、ドラゴンライダー倒してちょうだい。これは拾って。ドラゴンライダーはこいつでやる。いや、でも削れたい、全然。全然削れない。奥も削れたいなんなら。どうしようか、これ。俺行きたくないんだよね、これ、ほんとは。プリキュアはこいつに。でも行かなきゃいけない。上もきつそうには見えるが。いや、食らっちゃうよな。倒して、お願い。あー、に耐えてる。えぐいね。これはね、上です。これは上ですね。ひっくり返して。ひっくり返して。ひっくり返して。お願い。お前ならできる。3、2、1。悟空上っこい、上っこい、上っこい、上っこい。悟空上っこい、上です、上、悟空。悟空さん悟空さんよりによってピクドラだったね。ピクドラだと、ちょっと怪しいよね。なんでって、スキルの加護でまとめてかられちゃうから、2体出しすると重ね貫通で持ってかれちゃうんだよね。
悟空バカ足速いからしっかり守ってあげてドロー。ドラゴンライダーいなかったら多分いけてる。ドラゴンライダーがちょっと硬すぎた。爆虫から受けるダメージ減少あるからね。確かあるよね。めちゃめちゃ減らなかったもんね。さあまだまだいくよ、ゴリゴリと。まあ、本当はだよ、せっかくこうやって重ねようとしてるならば、先に大型切らしたい。中型ウォーって言って大型一本切ってくるじゃん、相手が。それを引っ張ってサタンサタンがドーンってやって倒して、でもうこっちの体力全然削れてませんよ、どうしますみたいな。どうしますか、削れてませんけど、あなた何かこれ対応できますかみたいな状況を作る。あれ金太郎ってフォックス変化するっけ、しないよね。食い気確定だよねこれね。リムルの金バッチ、まあ、こいつのパワーでねちょっと大型切らせようかな。プリキュアを巻いて、これね、鬼んこか。まあでもリムルいるから鬼んこはねとりあえず大丈夫なんだけど、まあここはこれでいこうか。まあ雪んこね、引きでも置いてくるってことは、これで譲ってくれるね。はい、こうして、はいはいはい、爆発は痛いけどね、しょうがない。金太郎じゃね、さすがに。これで鬼んこじゃない、あ、雪んこやりに行く。で雪んこをやれればあとはプリキュア流しが刺さる。上のラインもやりたいけどね。うわ、アビ雪んこだった、なるほどね。しかもオークまでやがる。まあでもプリキュアだから、あのオークは怖くないんだけど、雪んこも全部やったね。ここら辺は怖くない。どうするんだろう、相手。これすごいきついぞ、相手が。相手視点どうするつもりなんだろうね、この状況。これ剣士に変化するのやめろよマジで。あ、来たね、大型。いやでもそれには切りたくないな。まあ切るけど重なんねんだけど、座標違う。やめてマジで本当に。やめろよバカ野郎、ふざけるなよ。俺はそんなことを求めていない。一回だけお願い、さすが、お願い。おお、天才、天才じゃん。死にかけてサタカがスキルっていく。しかも横殴りしている。あー、サタンガールです、これが。皆さんこれがサタンガールです。横殴りできちゃいます。あー、メギドもしちゃいます、メギっちゃいます。あー、即死が入っちゃいます。お客様プリキュア、はい、リムル。リムル強すぎー。はい、しかも何がリムルイってこいつかっけんだよ。こいつさ、たださ、なんか強いだけでさ、なんか見た目がさ、あんまさ、ね、かっこよくなかったらね、なんだよこのキャラってなるかもしれないけど、このキャラかっけんだ。かっこよくて強いわ、最高だよ。マジで。はい、それではね、ラストかな、行きましょうか。もう、サタン、サタガ。なんか重なんないんだよな、なんでだ。なんかね、一部キャラによって、召喚軸が違うキャラが存在してるんだけど、多分俺がミスしてるだけだと思うんだけどね、これはね。これに関しては多分俺がミスしてるだけだと思うんだけど、一応ね、一部キャラによっては召喚軸がね、ずれてるキャラがいるんよ。例えば、魔導騎兵とか、キラービーとか、まあ、ソラキャラも一部いるんだけど、まあ、多分俺がミスってるだけだと思うんだけど、なんか全然重ならないんだよな。さて、うわ、ホックスの変化先がデビル。で、なんでね、ホックス手札引いてんのって。なんでこんなに出てくるのって。実はこれ優先枠になってるんですよ。まあ、なんでって話だと思うんだけど、これ出来設定書いてないだけで、ロック前もなってます。ソロ用の出来設定を、通常用も崩してたんですよね。崩してロック前用に変えてるんですよ、俺今。大会用でロック前用に変えちゃって。その結果、まずここだな。で、あ、吸い込むコングか。まあ、いいや。まあ、リムル行きましょう。ウラトにして、はい。はい。フォックスデビル？即死入れてくれた？熱い。ウラトにして、来たよ！ここだよ！なんかずれてんだけど、は？ねぎるよ？俺はこれ行きたいよ！うん。ちゃんと重なった。でここだよ、みんな。サタンがスキルを打てばゴレガを引き込めるはずなんだけど、引き込めるラインにキャラが来ない。引き込み始めてるよねこれ多分ね。
いや、これはちょっと微妙か？もしかして横殴りされる状態だな。ただここで抑えてタタンサタガが前に行ってくれればあるか。サタガは生きてる。鳥で取られちゃうけどサタガ生きてて、ゴレガが多分もう追っかけられないはずなんだよね、これ、この状況。はい、ただ俺も剣士の攻撃入っちゃうんだけど、これ剣士が1列同じ方にいるからアヌビスでまとめて借りたいなって感じだね。はい、スキルを打たないか、打たないか、まあまあまあ、でも止まってないんですよね。はい、というわけでありがとうございました。剣士ずっとずれてるけど何これ。相手の剣士ずっとずれてますけど、サタカココ。ちょ、ラストもう一回だけ行くわ。あまりにも面白い。これ。昨日リムルとか、そういうね、とんでもなく強いパワーを持っている中型を引いて、相手に大型切らして、サタンサタカだ。サタンがサタン。え、どっちがいいんだろう。でも、どっちなんだろうな。微妙だな。どっちを下にした方がいいんだろう。要は、あ、これは変化しないね。ダメだ。ネジバッチのパターンも面白いんだけど、ちょっとこれ迎撃多すぎて相手の大型を引き出せないからダメ。これでいこうか。どっちの方がいいのかな。まあ、一旦カマキリと剣していこうか。マミいるからね。サタンの方がまあ、ちょっと柔らかいんだよね。サタガを下にした方が耐久値は高いんだけど、微妙なラインだな。どっちの方が、お、危ね、なんだ画面止まった一瞬、大丈夫？変える。これはちょっと微妙か？これは、カマカマでエミリアを取りに行きたい。うん、ナイス。いいよ。で、パワーどうでしょう？ちょっと遅延がエグいんだけど、マミーがいい仕事をしてるから、いいね。それがワンパンになる。カエルでいこうか。はい、マミーって拘束もして、ただこれ拘束してるけど、これはねいけない。今ちょっとねもったいなかったけど今いけなかった。合わせる火力がすごく中途半端。おっけ、来た。いや来たけど、いやまあ行くわ、俺はこれで行きたいから。行きたい、行きたいからしょうがない。ダメージめっちゃ食らっちゃうんだけど、俺はこれ行きたいもん。もう一回お願い、もう一回お願い、もう一回お願い。ボワーボワー。もうどうしようか。さあどうしようか。さあどうしようか。準備く、さあどうしようか。このチビピクで今このこいつをね頑張って削ろうとしてるんだよね。ここで削ろうとなって、このゼウスが今引っかかってるの分かる？これがゼウス対策のちょっとテクい方法で、まあゼウスは結局やれなかったんだけど、コストが余ってるのと、これ爆発するかな、ボムリしない。あ、これで爆発したな、大砲で。ここまで行ったらもう無理かな。入ったね。あとは剣士ポチポチで。さすがに本来サドラに行ってはいけない、当たり前だけど2枚抜きされる、そりゃそういけないよ。でもね行きたかったんだ。あ、ちょっと訪れてんね。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ちょっと訪れ直すのがめんどくさくてこのままなんだけど、はい、サタンガール、そしてサタンだね。ほらちょっとワンテンポ送ってちょうど訪れちゃってる。さっき多分画面一瞬ガガガガガガってなったかな。はい、サタンというわけで、まあサタンダブルでやっていきました。で闇玉で引っ張って、引っ張った位置で攻撃速度ダウンを入れて、もうボコボコにしたろぜと、とんでもねえ火力出したろよと感じだったんだけど、ちょっと噛み合わなかったなっていう部分。まあそもそもまあこれやるべきじゃないんだよね、まずね。で、あの何がやばいって、まあそのサドラのね、重ね貫通のね、ああいう系のスキルとか、まあ本来出したらね、まずいことなの分かりきってるじゃんから、絶対出さないんだけど、そう出しちゃいけないんだけど、まあやってみた。で、あとは、
サイスケに来た時、ゴレが横圧された時、トリベ前にいるキャラにゴレが一瞬反応しちゃったんだよね。あれが早めにゴレがね、下に降りることができたら、闇玉で引っ張って2枚抜きみたいな展開もあったよねって感じ。はい。そういう戦法。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。